UFC 勝ち込み格闘技ゲームチャンネル総合格闘技への転向平本蓮 VS 戦うフリーターところしてもナイトレジェンドでレッツ勝ち込み。さあ青コーナーから登場するのはもちろん小さなボルクハン戦うフリーターリングの魔術師ところヒデオ。2001年に総合格闘技のアマチュア大会で実績を上げプロに転向、会社を辞めてアルバイトをしながら活動するということでですね、まあ、そこからですね戦うフリーターと名付けられたのでしょうか。所秀夫選手出身は岐阜県ということでございますね。現在もう43歳ということですね。でテーマ曲がですね逆境ファイター、作曲者は所ジョージということでですね、ちょっと合わせに来てるのかなと思いますね。それとも本当に好きなのかというところでございます。それでは続いて登場するのはもちろんこの人、ちょっと3投稿連続になりますけれども平本蓮選手を使っていきたいと思います。何か情報はないかというところで見させていただいております。漫画アニメが好きで好きな作品をワンピース、ドラゴンボール、コードギアス、銀魂、鬼滅の刃などということで結構代表的な作品を見ていらっしゃいますね。試合のコスチュームにソードアートオンラインのキリトやドラゴンボールの孫悟空をモデルにしたものを着ることもあると。漫画好きだね。入場曲はね日曜日よりの使者トレイントレイリンダリンダ全部ザ・ブルーハーツですね。ザ・ハイローズとかねいうことで、はい、マシマさん好きなんですかね。マーシーさんね、運転手さんこのバスに僕も乗っけてくれないか。あんま似てないんですけれども、さあ始まります。戦うフリーター所秀夫選手の登場です。所選手といえば、まあ、寝技が有名かなと。ただですね、1回のバックハンドブローで倒したということでですね、ちょっと東京ジャパンになっておりますけれども、岐阜県出身ということでご容赦くださいませ。はい、笑顔でございます。試合前に関してはただこの後登場するこの平本蓮選手の打撃には魅力があります。たくさんの大物を投げ通してきた平本蓮選手の打撃に注目、ご覧あれ。最近 SNS でも話題になっております。平本蓮選手です。はい、アンチがつくことなど恐れもしない。もちろん格闘家としては一級編、さあ寝技には持ち込まれないよね。ちょっと最近ね、顔に行き着いているので、今ちょっと注意しながらやっていくかなと。タックル来るんでそこだけしっかり勝ってね。さっきミドルに完全に合わせに来てたね。まあ、総合の選手っていうのは、まあ、共通としては、まあ、ローカットがあんまりうまくない人が多いんで、まあ、そもそも練習しないっていうことがあるからね。隙が多いところはあるんで、まあ、打撃では圧倒できるかなと。この下に打つのは下を食らわすだけじゃないんですよね。意識を下に向きさせるっていう、コンビネーション決まってるね。いろんな技をこう打っていくことが相手を悩ませることになるからね。さあ UFC 特有ですね、総合格闘技、もちろん肘ありのルールという。最近ちょっとパンチに偏りすぎてね、攻めすぎてるんで、
こう下に打つからこそ顔が当たるというこの意識をね、もう一度ちょっと気持ちをパンチ行きたくなるよね。レンク使うとね、パンチで勝てるイメージが強いから。でこの後にしっかりミドル打っていくっていう、ね、そうそうそう、まあいい感じだね。うん、惜しい惜しい惜しい。まあ打撃がもう炸裂しとるから、寝技でヒールホールドとか来た時に対策をいかにできるか。立ち上がろうか。もあんまり寝技に付き合うとね、引き込まれるんで。ちょっと早期決着考えられるよね。ちょっとカウンターあるから、ちょっとだけ注意して。まあ第一でもね、もうちょっと詰めたら狙えたかもしれんけど、まあそこは慎重にいったね。そこでタックルもらった意味ないから。もうちょっとね、このコンピューターももうちょっと正直寝技の選手に関してはタックル多めとかしてくれていいと思うんだよ、ね、そこはちょっとこのゲーム調整できないっていうのがちょっと痛いよね。あのパラメーターでですね、あの昔やったのはファイアープロレスリングとかのゲームっていうのね、コンピューターの動きもちょっと調整できるんですよね。あの寝技多めとかパンチ多めとかね、そこもですね、このゲームできたら、まあこのリアリティがあんねんから、そこもできたらいいなと私は思いますので、 UFC さんご協力のほどよろしくお願いいたします。コンピューターのパラメーターがそのレジェンドとかそのハードとかだけなんでね、まあ、ただ外国産のゲームなんで、そこが私の要望が通るかどうかというところが見ものでございますが、見ものにもなりませんね。さあ美しいガールを見た後に第2ラウンド、レッツ勝ち込み。完勝です。打撃何もさせませんでした。レン君の打撃が炸裂。所秀夫選手は今回に関してはまあ何もできなかったかなと思います。不用意な膝切りだよね。あんな遠いところから膝打ってね、ノーガードで近寄ってきたら、それはカウンターでストレート合わせるよね。この後の追撃のフックも完璧で、フックでなぜかあの腹を押さえて倒れたのが気になったけどね、まあ、ここはさパウンド追撃するよね。いやレン君、でもこの右腕まだ入ってないけど、この右腕もよ今後レズ見ていくんやろなと思うけど、ナイスファイト。 UFC 勝ち込み、レン君も勝ち込み。山本蓮、山本蓮選手のね、まあ、その、なんて言いますか、通称というところからね、もう今、新生 K1 の申し子ってなってるんですけど、まあ、ここは今後、総合格闘技に行くんで、また名前変わる、通称変わるでしょうね、そこもちょっと、見ものでございます。コール選手は、まあ、その、魔術師とかそういうのもあるけど、戦うフリーターというパワーワードが強すぎて、そっちのイメージが強いよね。第1からも圧勝でございます。もう第2も始まった瞬間にストレートカウンターで合わせた平本蓮選手の KO 勝ち。 UFC 勝ち込み、このように選手いっぱい作ってアップロードしてますので、チャンネル登録、高評価、バッドボタン、何でもコメントなどもお持ちしておりますので、よろしくお願いいたします。それでは平本蓮選手、ナイスファイト。 UFC 勝ち込み、レッツ勝ち込み。